最近ミュージック、最近ビートビーを作る。よいしょっと。取れてるかな？皆さんこんにちは。どうもサンタです。メリークリスマスイブ。はい、今日はね、もう気づけばクリスマスイブということで、明日がまあクリスマス本番なんですが、今日はこちら。じゃじゃん！ジンジャークッキーでお菓子の家作ります。ちなみに今日は皆さんどうお過ごしですか？彼氏彼女とデート、それとも家族でお食事、それからクリぼっちだぜって人もね、まあいると思うんですけど、まあそれぞれ楽しく過ごしてください。はい、今日使うのはこちらです。ジンジャーブレッドハウスキットということで、もう一つのセットになってます。だからね、これが作れるんですよ。で、これ海外の製品なんですけど、何やら可愛らしいでしょ。はい、中身はこちらです。こんな感じで全部セットになってますね。もう空気は焼けた状態で入ってるので、非常に簡単そうですね。で、これ飴とかグミとかいろいろ入ってるんですけど、まあ海外らしく非常にカラフルです。これはね、アイシングみたいなもので、まあこれをボンドみたいにしてくっつけていくということですね。そこでですね、まあ私はこれ全部一人で作るのはなかなか難しいので、ポンタクロースを呼んでおります。今日はね、ポンタクロースお願いします。はい、よーし、それでは作りますよ。ここだね、クッキーの端っこ。そしたら今度ね、横をくっつけていきます。で、こちら側もこうくっつけます。さあ次、屋根です。はい、これ屋根ですね。じゃあこれつけますよ。ですね、ちょっと固まりにくかったので冷蔵庫で冷やそうかと思って、今はね、あのキッチンの方に運んでた時に、なんと全て崩れ落ちてしまいまして、全部床に落としちゃって、全て割れてしまいました。申し訳ありません。でね、一瞬もう無理かなと思ったんですけど、いや、無理と思ったところからがスタートなんですよ。諦めてはいけないんです。ということで、今ね、トナカイに乗ってあのスーパーまで行って買ってきましたよ。まあ普通にね、よく売ってるお菓子になっちゃうんですけど、これで最後まで作りたいと思います。ちょっと変わったクッキーの形と、あとデコレーションのものは残ってるので、頑張って作りましょう。はい、現在ポンタクロースが頑張っております。まあ多分ね、このクッキーだとあんまり大きくくっつけられないので、まあちょっと小さめにして、可愛らしい家にしましょう。なんとかね。よし、じゃあ僕も、同じ感じでやってみます。よーし、意外とね、難しいんですけど、なんとか土台の家ができましたね。はい、現在ポンタクロース、自らの家をデコレーションしております。なんとですね、ポンタクロースの家に集中してたら、私の家がちょっと崩れてきてんだけど。ねえ、ちょっとサンタクロースの家は、これセイタクロース崩れてますけど、家。セイタクロースはですね、ちょっと別の仕事をします。庭を雪で埋めよう。いやー、なかなかいい感じになったんじゃないですか。あとはキャンドルに火をつけて完成ですね。綺麗。いや、めちゃめちゃ綺麗じゃん。いいじゃないの。すごい。すんばらしい感じになりましたね。どうなることか。どうなること。
一時はどうなることかと思ったけどね。いや、やればできるもんですよ。もともと屋根に使うはずだった大きいクッキーを庭にしたわけなんですよね。で、その上に雪が積もってて、まあ家があって、右の人は雪だるまさん。で、左はクリスマスツリーですよ。いやー、途中ね、ちょっとトラブルもありましたが、普通の家になっちゃいましたけどね。でもまあ、可愛らしくいい家になりました。それでは良いクリスマスイブをお過ごしください。 See you next time。